今日のゲーム実況は VBE トレインシミュレーター、これフリーのソフトですね。フリーのソフトなどにすっごい綺麗なんですよね。まあ説明はしなくていいですよね。トレインシミュレーター、列車の運転を楽しめるんですよね。まあ日頃列車正確な時間に発車して正確な時間に停車する、そして正確な位置に停車、乗り心地も非常にいいですよね。でこれ私たちがやったらどうなるか、まあ非常に難しいです。まずブレーキを解除ですね。今ブレーキ70度って書いてありますね。これを緩めます。この緩めという状態で今ブレーキかかってない状態ですね。でここでアクセル、マスコン、これを入れてきます。そうするとアクセル全開ですね。まあ電車ってアクセル全開みたいなんですよね。なんか最高に入れるみたいですね、レバー。映像非常に綺麗ですよね。すごく綺麗。こんなのがフリーで楽しめるってのはすごいですよね。じゃあ緩、アクセル切る、そしてブレーキ、ブレーキをかけていきましょう。あと 300m。 これ停車難しいんですよね。強くするか、 100m、 もっと強くする。お、駅に停車できた。って言っても今、カックンってなりましたよね。多分ギリギリ過ぎたんですよね。ブレーキを緩め、マスコンを操作して発車してください。ブレーキ緩める。ブレーキを緩める。緩めて、発車。次、新千葉。あ、これ千葉県か。どこかわかんないですけど、最初から入ってるのがこれなんですよね。最初から入ってるっていうか、これも一緒にインストールしろ。あ、そうだ。2つのファイルをダウンロードでしたね。このぐらいで切る。そしてブレーキ。緩めるか。これめちゃくちゃな進入ですよね。全然時間なんか気にしてないですけどね。ブレーキ、ダメじゃん。ブレーキを完全に解除してアクセルオン。ん？5メートルじゃ許してくれんのか。ブレーキ、おまん、何度か停車できたっていうか、これデタラメですよね。まあうまくできればちゃんと時間通り運行できるはずですね。あ、これ時刻ちゃんと出てますね。難しいですよね、着時刻とか合わせるの。まあなんかへこむゲームかもしれないですよ。電車の運転ってこんな難しいんだ。でも無料でダウンロードして遊ぶことができますから、一度楽しんでみることをお勧めしますね。 BVE トレインシムでした。ぜひやってみましょう。